アニメ「ワンピース SDGs を考える時はルフィたちが和の国に集結した頃将軍卸と海賊団街道が支配する作国家の話です SDGs とは世界で起こる理不尽な問題を解決するための国連の17の目標です 和の国は上流中流貧民の身分により住む地域が分けられてしまいました。将軍に忠実でお金を生み出せるものだけが花の都で暮らしています。SDGs の1、あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせていこうという内容です。和の国では卸と街道が食を牛耳ってしまいました。 自分たちは安全な農園ででで食料を作らせ、一方で子供が飢え苦しんでいます。「これを見たルフィ俺たちがこの国を出る頃には毎日腹いっぱい飯食える国にしてやるぜ」と言いました SDGs の2飢餓をゼロにということで飢えてる人食べ物を捨てる人をなくし栄養改善食料安全保障や食料生産体制の改善維持を推進するという内容です。 ワノ、えー、国の栗に住むおタマは空腹のあまり汚染された川の水を飲んで中毒症状になりますルフィはおタマを助けるため花の都へ向かいます、えー、おこぼれ町で、えー、おつるに出会ってですねジャガンソウを煎じてもらってこれを飲ませて、えー、おタマは回復するんですね またそこのおこぼれ町の住人はスマイルの実をですね将軍からえ食べさせられていて副作用によって笑う以外の表情ができない状態にされていました、はい、SDGs の3すべての人に健康と福祉をということで世界では伝染病感染症大気水質土壌汚染が原因で大勢の人が死んでいます低所得病院に行けない人薬をもらえない子どもたちを助けていかなければなりません えー、和の国は貧しいいい村がが多く子供が働いていますまた一方で花の都では子供たちが学校に通っていますけども将軍様の武勇伝ばかりが教えられているんですねそれから歴史書の解読は禁止過去の真実を知ることはできません。 はい、SDGs の4質の高い教育をみんなにということで読み書きできない人をなくすそれから無償で初等・中等教育技術・職業教育などを受けられるようにしようという内容です。和の国では少女が捕まって遊郭に連れて行かれます。 また人気力士浦島は気に入った女性に無理やり結婚を迫ったりします SDGs の5、えー、ジェンダー平等を実現しようということで人身売買性的暴力職種職位賃金等の差別をなくしていこうという内容です和の国ではお湯から水すべて将軍おろちの管理下にあります最下層に住む人々はきれいな水を買うお金がない 川の水を飲むと嘔吐するという状態です SDGs の6は安全な水とトイレを世界中にということで上下水道を整備し安全で衛生的な水資源を全ての人が使えるようにしようという内容ですえワ、ー、ノ国はまだ電力がないようです風で船を走らせていますしかし軍需工場では化石燃料をどんどん燃やしていますはい。 SDGs の7エネルギーをみんなにそしてクリーンにということで全ての人に安価なクリーンエネルギーを供給再生可能利用効率アップ環境負荷の低いエネルギーの研究技術開発を促進しようという内容です和の国クリに住むおたまは網笠を売って暮らしてるんですけどもほとんど収入がなくて米は買えませんまた うどんで収容されている人たち、これは悪いことをしたわけではなく将軍ごろちに逆らって捕まって強制労働させられているという人たちなんですね。 はいえー、SDGs の8は働きがいも経済成長もということで、えー、まず経済を良くして失業率を減らし児童労働強制労働人身売買を終わらせていくという内容それから労働者の権利や労働環境を改善し働きがいのある人間らしい恋を促進するという内容になっています和の国は高い技術力を古くより育ててきましたが 将軍卸と街道はこれらを軍事兵器の増産に利用し続けています鎖国国家であるものの密貿易をしていますはい SDGs の9産業と技術革新の基盤を作ろう庶民のための医療衛生教育などのインフラ構築産業育成を行い技術革新を促進するという内容です和の国には身分制度があります将軍士族下人 「大名でも将軍の名のもと追放されたものは都落ちとなります」「花の都付近のおこぼれ町では役人が使わなくなったものや腐りかけた食料を目当てに暮らす人々がいて身分の卑しいものと差別されています」「SDGs の10人や国の不平等をなくそう」ということで社会的弱者や阻害された地域の人々に平等の機会サービス生活を提供するという内容です。 和の国の花の都は将軍の住むお城を中心に侍や町人たちが暮らす優雅な都市です安全無害な食料や水があり、えー、相撲力士や芸者さんもいます一方その他の地域は荒廃が進んでおり更地にされ工場が建てられています SDGs の11住み続けられるまちづくりをということで環境が良く交通に便利災害に強い安価な居住エリアを整備するスラムに住む人をなくしていくという内容です和の国は耐久性に優れた素材を生む回廊石を豊富に埋蔵していますその加工技術もあります卸とカイドウはこれを軍事兵器づくりに消費していきますその過程で 有害化学物質を排出除去は行いません SDGs の十2作る責任使う責任ということで天然資源の管理効率的な利用再利用に計画的に取り組み廃棄物の発生を大幅に削減していこうという内容です和の国は以前緑や木々が広がる美しい自然にあふれていました将軍おろちが ワの国の権限を掌握するようになってから豊かな自然は兵器を量産する軍需工場へと変貌します、えー、カイドウの武器工場からは排ガス汚水が出て自然を汚し川動植物作物が汚染されていますルフィ海と山と森がありゃ普通食い物はどうにかなる人間が自ら汚さなきゃねと言っています、えー、SDGs の13から15は、えー、気候変動対応 海、えー、陸を守ろうということで海陸川森空の環境を正常に維持し森林伐採生物の乱獲を防止生態系と生物の多様性を損なわないように維持していこうという内容です和の国では将軍に逆らった者への虐待拷問が行われ平等な司法制度はありません人身売買や他国との武器の取引が行われています世界政府という国連のような組織があるんですが 天竜人が、えー、実権を握って加盟国は天乗金を納めさせられています SDGs の16平和と公正を全ての人にということで国家地方コミュニティはルールを作って暴力犯罪組織を根絶していく全ての人々に司法への平等なアクセスを提供するという内容ですワンピースの世界では世界貴族世界政府海軍海賊革命軍 多様な生物と種族が存在しこれらの間でコミュニケーションを取ることは極めて難しいですまあ、強いて言えばワノ国の通信手段デンデン虫やスマートタニシがいますけどそんなに役に立ちませんねはい、SDGs17 これが最後です、えー、パートナーシップで目標を達成しよう世界の全ての人が結束して問題解決に当たれるよう資金援助インターネットの強化を図っていくという内容です